そう、あ、そうか、アイヌのつながりで、これはね、そうです。でも、すいません、浜田くんじゃありませんでした。ごめんなさい、あの覆面シンガー、すいません、浜田くんかと思っていました、すいませんでした。先に覆面シンガーさんがね、登場ということで、後から浜田さん来るんですかね。いや、どうですか、どうですか、来なくてもいい感じがだんだんしてきましたけど、今日のギターはですね、オケーション、はい、はい、ケイヤ入り、あのこれオケーションスペシャルフォーセールということで、フォーセール、そうですか、おいくらぐらいで大体、ですね、ここでは言えない、あの上限があるんですよ、上限は5万で、下限が3万そんな感じ、というわけでですね、はい、国産の名品ケイヤ入り、岐阜県のケイヤ入りのギターですね。でもさっきケイさんがいたら300円とか言ってた、はい、そんな UI セールじゃないんだからね。はい、ということで今日はこの楽器しか、持ってきていない覆面くんですけども、サウンドホールはハートの形、覆面シンガーくんをご紹介します。ありがとうございます。思えば追い分けラッキーフェスからよくこんな馬鹿げたことを延々とやってきたなというふうに浜田くんが反省しておりましたけれども、素晴らしい皆さんのパフォーマンスを汚すような振る舞い、何卒ご容赦いただきたいと思います。平均気温が高くなっているので皆さん、あの熱中症にぜひご注意いただいて、あとあのマダニにもご注意ください。あとで言っていただければ浜田君があのマダニ、あの退治用のスプレー持ってますんで、あのマダニはね、あの血を吸うとものすごいでかくなるので、あの今のうちにやっつけるようにお願いします。それでは、一曲歌ってみたいと思います。だんだん酔っ払ってきて何言ってるのか分かんなくなってきました。オンちゃんクイズって皆さんご存知ですか。あの HTB で朝 の, あの番組でやっている、間違い探しクイズなんですけれども、僕全然分かんなくてですね、それでモヤモヤしちゃってどうしようもない、その気持ちを歌った歌をまず歌ってみたいと思います。モヤモヤと歌です。今の私はモヤモヤ、朝っぱらからモヤモヤ、どうしてこうなの、それに意味ってあるの、申し訳ないけどモヤモヤ、今の私はダメダメ、電車に乗ってもダメダメ、モヤモヤしてちゃダメダメ、ダメダメしててモヤモヤ、つまらないことでモヤモヤ、ここですっきりしたい、すべて解決したい、でもダメ、でもダメ、ここで何とかしたい、次の話題に行きたい、人の心はままならぬ、今の私はモヤモヤ、朝っぱらからモヤモヤ、どうしてこうなの、それに意味ってあるの、申し訳ないけどモヤモヤ、いい音してるでしょ。ここですっきりしたい、すべて解決したい、でもダメ、ダメダメ、ここで何とかしたい、
次の話題に行きたい。人の心はまあまあならぬ。そのうちにこのモヤモヤあなたに聞かせよう。モヤモヤあなたにもモヤモヤ分けてあげたい。一緒に考えてモヤモヤ。今の私はモヤモヤ。朝っぱらからモヤモヤ。モヤモヤしてちゃダメダメ。ダメダメしててモヤモヤ。つまらないことでモヤモヤ。どうもありがとうございました。あ、でも浜田じゃありませんから。浜田って言った人違います。覆面シンガーということでよろしくお願いします。思えば覆面シンガーが 初登場、したのはラッキーフェス2002年か3年だったと思います。もう13年ぐらい14年ぐらいですかね。こんなバカなことをやり続けて今に至るわけです。本当に申し訳ございません。それではあのね、僕も実はあのアイヌ語の歌をね歌ったりしているので、あの本当にこんなことを僕があの和人の私がやってて本当に申し訳ないんですけれども、せっかくですからあの僕がアイヌ語の歌詞を考えて歌った歌でこうなるんだよっていうことをちょっと歌ってみたいと思います。前編アイヌ語の歌詞です。ミナヤンという歌、これはね笑ってくださいっていう意味なんですけれども、前編アイヌ語なのであの歌詞をあの 訳さないと分からないので、今あの前編あの、大訳を言いますとですね、笑ってください。どうして口をとんがらがしてるんですか。いつまでもそうしてると私も口がとんがらがってしまいますよ。笑ってください。春になるとフクジュソウが顔を出すじゃないですか。夏になるとマスが取れるじゃないですか。秋になると綺麗な お月様が出るじゃないですか。冬になるとお酒が飲めるじゃないですか。まあ今でも皆さんずっと飲みっぱなしだと思いますけど、まあアイヌ語の言葉の語呂合わせみたいな感じで作った歌でございます。それではあの僭越ながらちょっと歌ってみたいと思います。笑ってください。ミナヤンという歌です。ちょっと待ってくださいね。今すっごい音が狂ってすごい狂ってますね。もうちょっと待ってください。みなやん、みなやん、へまんたくすえへぷつつ、みたぱくのねのえきやく、かにかくへぷつつ、みなやん、みなやん、ぱいからんころくなべつ、あえらますっぽろんのあんく、いてきいるしかやん。みなやん、みなやん、さかんころさきぺかく、
グランペポロンのアンクス一滴ヒルシカヤン。ミナヤンミナヤンエマンタエクスエヘプトゥトゥネイタパクノネノエキヤクンカニカクヘプトゥトゥミナヤンミナヤンツカンコロピカクネツアエラヤペポロンノアンクスイテキヒルシカヤンタクスエヘプトゥトゥネイタパクノネノエキヤクンカニカクヘプトゥトゥミナヤンミナヤンマタンコロトノトチクヒリカサケポロンノアンクスイテキイルシカヤンエナヌフイポカスノアンクスイテキイルシカヤン。はい、ありがとうございました、はい、それでは最後の曲ということで濱田隆くんをお迎えしたいと思います、どうぞ濱田くん。あれ、いないな浜田くん。ちょっと待ってくださいね。浜田くん呼んできます。あれ、久米くんはどこに？あれ、どこに？あれ、もう行っちゃったんですね。いや、あのね、服はね、勘弁してください。服は勘弁してください。あの、重ね着したら今日は命に関わる状態。はい、本当に申し訳ございませんでした。想像以上にこの、オケーション、寿司桶でできてるギターなんですけれども、あの、ボロボロだなっていう。やりながらチューニングが下がっていくのが手に取るように分かるような、そんな感じでしたが、じゃあ最後の曲、ギターソロで1曲いってみたいと思います。ちょっと待ってください。はい、ありがとうございます。覆面シンガー君も来年また快く出てくれることを願いまして、やっていきたいと思います。告知なんですけれども、8月の6日、札幌のエルマンゴというお店で、ラグタイムフェスティバルというのが行われます。まあ、僕も出させてもらうんですけれども、それよりも目玉がですね、アメリカのラグタイムピアニストのブライアン・ライトさんという人が、いらっしゃるということで、本当に僕も、出演者の一人というよりもラグタイム愛好家の一人としてすごく楽しみにしています。はい、それでは最後の曲です。スコット・ジョプリンの、曲を一曲やってみたいと思います。僕がいつもやっている曲で、ラグタイムの中でも一番好きじゃないかなと思える曲です。1900年に作られた、スコット・ジョプリンとアーサー・マーシャルという人の共作であります。スワイペシー・ケイクボークという曲です。本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。浜田隆、そして覆面シンガー君でした。どうもありがとうございました。